番組が大きく変わる。そこで、出演者も変わらなきゃなみたいな。マジで？うわー、すごい嫌な予感。変わらなきゃなよ。でただ、まあ、一緒にやってきたメンバーなんで、全特会っていう形ではなくて、今週からこの2本目の収録から、皆さんにゲームで、戦っていただいて、優秀な成績だった方とやれたらいいかなと。マジで？こうして始まったのがレギュラー争奪バトルロワイヤル。最後に笑うのは誰だ。開演期に向けた番組パワーアップのため、生き残れるアシスタントはただ一人。そのためには3つの課題に挑み、1人ずつライバルを蹴落とさなければならないのだ。かくして前回迎えた第一課題がミニモニシャカットタンバリンだぴょん。課題曲ザ・ピースで最も得点の低いものがまず1人番組降板となる。突如宣告されたこの非常事態の中、試験本番に臨んだ4人だが、気になるその結果は。収録から2週間後、その朝4人の元に使いが訪れた。おはようございます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 。この中で最初に番組を去るのは一体誰なのか。合格者の家にはタクシーでお迎えが行っております。で、不合格者の家には、ごめんね、あれで君終わりだったんだって告げる人が行ってるらしいんだよね。また冷たい企画にぴったりなぐらいね、風が冷たいんだよねこれね、ものすごくね。オープニングから多分盛り上がんないと思うよ。オープニングで磯原さん4人揃って始めようかってところを、オープニングで3人しか来ないで、あの子死んじゃったんだって話じゃん、ある意味番組的には、バトルロワイヤル的には、そういうことでしょ。とその時、伊集院の元に1台目のタクシーが来た。黒いタクシー、黒いタクシーってあれか、あれか、黒いタクシーってね、 MK だよね。あれだ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 、あれ誰乗ってる。黒沢だ。おーはよう。勝ち残ったろ。勝ち残ったみたいよ。やったー。よし、今日もよろしく。よろしく。嘘。いや、黒沢は俺も見てるだけ残りそうだなと思った。あ、そうなんですか。ああ、ちなみに黒沢のスコア127,040点。間一髪3位で第一課題をクリア。とりあえず誰落ちたと思う。だろう。あいつのテンパり量異常だったもんな。来たみたい。誰あれだ、黒いタクシーですか。本当にいる。待って、今日私が、お前は受かったんだよ。受かったってことはテレビ出てんだから、荷物はいいっつうの、早く。何やお前は。なんだ、状況したてか。お前関係ないよ、運転手さん関係ないよ。何を隠そう、1位はアガリタ。極度の緊張にもめげず19万点以上を叩き出していた。喜んでる場合じゃない、あと1人だからね。あ、そっか。来た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 。誰、果たして最後にやってきたのは浦田歩美か、それとも桜木千佳子か。お
同じ頃、舞台裏ではもう一つのドラマが。お疲れ様でした。来た誰桜木。そう、3番手は状況を把握できないのか戸惑うばかりの桜木。桜木、2位で通過です。嘘。緊張のあまりミスを連発した桜木だが、なんとか2位で通過。ということは、いや、どういうことかっていうと、正しくないこれ。それではお迎えの瞬間ご覧ください。死神は人でもかわいそう。一番手だった重圧も重なり、スコアは絶不調の76,400点。村田が無念の脱落。まあまあこんな言い方もなんだけどさ、村田のことを気の毒がってる場合やないよ。分かってますよ。これこの後ロケで始まるんでしょ。そういうことがこの後もクソもすぐ始まるよ。え、練習なし。ないよ、練習は家でやってきたろ。ね、ちょっと待って、今からドキドキするけどさ、まだ嬉しさが残ってて、なんか感情が収まらない。あ、そう、感情がどうしていいか分からない。そういうの引きずってるやつは来週来なきゃいいだろ。結局、いや、でも悲しいけど、なんかまだ1位っていうのが収まらない感情が。じゃあ俺は先行って待ってるからさ。そんなに楽しいロケじゃないもんね、どう考えてもね。もう一人だけど。お疲れ様でした。この番組はエンターブレイン、残念ですけど、まあ、任天堂と自分が出せなかった結果なので、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゲームキュー、リンクが最強を決める戦いに殴り込む。キューブだけにリンクが登場。剣を取れ、誰よりも強くあるために。ソウルキャリバー2。アビ2ついに公開、鬼武者3、新三国無双3攻略ハンドブック、さらに徹底攻略大特集、スク攻略大充実。ゲームボーイアドバンス、いくぞ。目指すはダービー馬、街で鍛えて強くなる、街で馬は強くなる、停滞できる馬育てゲー、ダービースタリオンアドバンス大好評。レギュラー争奪バトルロワイヤル、迎えた第2幕。改めてご紹介します。先週からの合格者はこちらの3人です。お願いします。あれ、打って変わってテンションが、はい、本当にもうこれでまた一人さよならですから、それも別れも告げずにさようならパターンですから。それではここでですね、はい、みんなが頑張んなきゃいけないっていう気持ちを高めるためにですね、はい、ある方から、はい、メッセージの VTR が届いてますんで、こちらの画面にご注目ください。はい、おー、うわー、残った3人の方、ありがとうございました。ゲームブレイク大好きです。いろんなドッキリありがとうございました。これからも村田由美を応援してください。それではまた会える日まで。今から2時間前に取り立てのですよね。だってさっきですもんね。はい、はい、VTR でございます。2時間前にはひょっとしたらこうなってたかもしれない方ですもんね。そうでしょ。てかこれからこうなるんですよね。誰かがなる、誰かがなるんですね。
早速今から第二課題の試験本番に入ります。第二課題は任天堂パズルコレクションの中からドクターマリオのスコアアタックモードで対決。制限時間は3分。3人のうち最も得点の低いものが番組降板となる。前回同様、1人が試験中、他の2人は控え室。得点はプレーする本人にも見えない仕組みとなっている。それじゃあ、チャレンジする順番を早速決めたいと思います。ということで、じゃんけんで決まった順番は3番。3番ね。3番。ラストを飾ります。3番ね。あきさん、はい、2番。うわー、来た !1番。はい。嘘、でもいいよ。持ち前の明るさでプレッシャーには一番強い黒沢優子。ただしゲームは大の苦手。果たして2週間の特訓の成果は。いきます。はい、スタート。うまく連鎖も決まってる。ああ、間違えた。これは痛い。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。タイムオーバーです。でもどうなんだろう、ちょっといでもいつもよりできたかもしれない。別に後悔はしてない。置き方一回間違えたぐらいだから自分なりに頑張った。それでは、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2番手は14歳桜木千佳子。練習では最高2万8000点をマークした優等生ゲーマーだが、本番に弱いのが不安材料。実力を出し切れるのか。いきます、始めます。10 9 8 7 6 5 4 3 2。どうしよう、どうしよう、やばい。手応えとしては7000、6000、7、6、7、8、9。1万いかなかった。どうしよう。あとは、はい、神の味噌汁ということで。神の味噌汁。今笑えないね、やっぱね。神の味噌汁って。神の味噌汁。神の、はい、あ、マジボケ。そのマジボケはもう1分でも長く番組にいてほしいマジボケですけど。最後は最年長あがりた亜希。2週間、ゲームの得意な事務所の後輩とマンツーマンで猛特訓を重ねてきた。果たしてその成果は。本当に3日、このラスト3日間すごかったですから。私ハマりました、普通にドクターマリオに。だがこの気合が空回りし、驚くべき結果が。よし、行きます。マスク取ってもらわないと。ヒーロー様ご来日。
ゲストキャラが嵐を呼ぶソウルキャリバー2。取って早く。ナムコ。勇者様ご招待。ゲストキャラが嵐を呼ぶソウルキャリバー2。ナムコ。アミ2。ついに公開、鬼武者3。新三国無双3攻略ハンドブック、さらに徹底攻略大特集、スク攻略大充実。ゲームボーイアドバンス、いくぞ。目指すはダービー馬、街で鍛えて強くなる、街で馬は強くなる、停滞できる馬育てゲー、ダービースタリオンアドバンス転校よ。30秒経過。発表の方の鳥になりますんで場所変わりますから、うん、皆さんもちょっと、撤収してください。この方ちょっとはっ、まあ、まあ、ちょっとめっちゃ、ちょっとはい、まずいってやばい、やばい、ちょっと、ほんとだ、喋れない、まず誰とも、失礼します。見た俺、ちょっとごめん、いやちょっと面白いこと言おうかなと思って、面白いことあんま言えなかったから。でも本当にショックなんだよ。何が、ね、待て待て、あいつやばいわ、壊れちゃった完全に壊れちゃった。分かりませんけどね、点数ってね、ね。今からですね、はい、この後の最終試験の会場へと移動いたします。移動ですか。移動、はい、3台タクシー用意してますんで。3台、はい、3人それぞれ1台ずつタクシー乗ってもらいます、で当然タクシーはスタートします、はい、1人は試験会場へは行きません。あ、じゃあどこに行くんですか。多分ご自宅まで送ってくれると思います。悲しいよ。まだあがりたさんって決まったわけじゃない。決まってるよ。なんでもうそういうルールなんで、もう切れられても困りますんで、はい、それじゃあ、一番前から黒沢さん。じゃあ乗んないと分かんないんですか結果が、はい、それは嫌だ。中で、1台だけは明らかに違う方向に行きますんで。それ怖かったんですそれ誰が構成したんですかそれ。あなたたちの運命を知ってるのは運転手さんってことになりますんでということで、要はもう前回と一緒ですね、このメンバーが一緒に並んでるのは、この瞬間が最後。やだよ。並ぼう。並べないんだよ。もう分かってんだよ私は。なんで、何があったんですか。いいよ、言っちゃいけないって言われてるもん。じゃあ黒田さん、一番先の、はい、一番前の車です。お願いします。坂上さん、2番目の車です。まあ怪しい。あ、あいつとか分かってるか。もう、そしてあがりたさん、一番後ろの車です。はい、で、分かんないよ、最後に 10% 書くよ。もしかしたらさ、点数がいいかもしれないじゃん。あがりたさん、さよなら。もう会えないかもしれないから。でも知らされてるの。もう会えないかも。黒沢、さよなら。桜木、さよなら。試験会場に行くの私。どうなってるの私は。私はどうなってるの私は。まあ、私もこの時点では正確な結果は分かりませんからね。私が落ちたのかな、じゃあ。あれ、今一瞬見た瞬間いなくなっちゃった。え、どっち行っちゃった。あんだけマリオ練習したのにマジで。
1時間後に最終決戦です。運命を知っている方はこの方です。次回衝撃の最終章お見逃しなく。ゲームキューブ。新三国無双3攻略ハンドブック、さらに徹底攻略大特集、スク攻略大充実。ゲームボーイアドバンス、いくぞ。目指すはダービー馬、街で鍛えて強くなる、街で馬は強くなる、携帯できる馬育てゲー、ダービースタリオンアドバンス転校よ。この番組はエンターブレイン、本気だったんだ、任天堂と本当にご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ゲーム業界最新の取り組み、ハニトゥニュースエクスプレス。人気アーティストは音楽で世界を救う。こんばんは、黒沢優子です。今回はソニーミュージックエンターテインメントの、大物アーティストが登場する新作ソフトを紹介します。モーニング娘。浜崎あゆみ、ゾウなどの人気アーティストを PS2 に登場させてきたソニーミュージックエンターテインメント。しかし今回は今までのソフトとは一味も二味も違うらしい。果たして誰がゲームに登場するのでしょうか。早速このゲームの総監督、福田康彦さんにお話を伺っていきましょう。あの超大物アーティストが登場するって伺ったんですけども、はい、一体誰なんですか。浜田翔吾です。ああ、そんな渋いとこつきましたね。渋いというか意外というか、ねえ、浜田翔吾さんとゲームって全然想像つかない、はい、結びつかないんですけど、まあそこが狙いの一つでもあるんですが、はい、人気アーティスト浜田翔吾が登場するオーバーザモノクロームレインボー、フューチャリング翔吾浜田。目的はつまり未知の世界アレットで浜田翔吾のコンサートを成功させること。主人公を操りコンサートの PR 活動をしていくのだが、中でも一番重要なのがコリビスという生物を捕まえること。なんとこの謎の生物が楽器を演奏してくれるのだ。さらに得意なジャンル、演奏方法など種類も様々。組み合わせによっては数千通りの楽曲のバリエーションが可能だぞ。というわけでその不思議なコンサートシーンをプレイさせてもらうことに。黒沢の選んだコリビスは和風なものを含むこの4体。果たしてうまくいくのか。すごい、すごい、掛け声出してるやつはこ の, あの太鼓の子ですね。で実はあの歌舞伎英国君のですね、三味線ですね、吉田兄弟あのフィーチャリング、和風じゃないですか。そう、この実はステージも自分で撮るんです。これ楽器銃、じゃあ舞台銃ってやつね。苦手な方でも、そうです、ね、うん、それを本当に目標にしているので、うん、もうゲームとかあんま考えたことない人とかですね、うん、ぜひやってほしいなというゲームなんですよね、はい、はい。オンライン PC ゲームラグナロクオンラインをレポート。こんばんは、桜木千佳子です。今回は国内最大の参加人数を誇る超人気オンライン PC ゲームラグナロクオンラインをお伝えしたいと思います。ラグナロクオンラインの魅力は何といってもそのプレイ人口の多さとプレイスタイルの自由度。
物語の舞台であるミッドガルド大陸には数千人の同時アクセスが可能。パソコンゲームという特徴を最大限に生かしたシステムを数々搭載しているぞ。行く先々には敵だけでなく、さまざまな目的を持ったユーザーたちが登場。壮大な世界観の中、物語が展開。バラエティに富んだ出会いと冒険が繰り広げられるオンライン RPG なのだ。今日はゲーム内で生じたトラブルの解決やイベントのサポートのために働く管理人さんことゲームマスターのライズさんにラグナロクオンラインの魅力を聞いちゃいましょう。聞くところによると、はい、このゲームに4万5千人ぐらいの人が参加されるって聞いたんですけど、それほど身をその引きつける魅力っていうのは何なんですかね。そうですね、やっぱりコンシューマーゲームと違うところが、はい、人とのコミュニケーションが取れるってところなんですよ、うん、そうですね。今までだとコンピューターは同じことしか言わなかったってことですよね。そうなんですよね、違った反応が返ってくるっていうのが一番の魅力ですよね。実は私パソコン持ってないんですけど、全くわからない人でもやっぱ簡単にできますかね、やり方なんか全部やっぱりホームページに書いてあるんで、その通りにやってもらえれば。それでね、ゲームの中に入っていった時に、はい、みんな周りが人間ばっかりなんですよ。そうですね、ちょっとなんか入りにくいかなっていうイメージを持っちゃうんですけど、うんうん、でもね、いざ入ってみて、すいません私初心者なんですよって言って、何もわからないんで教えてくださいって言うと、周りの人がね、あ、じゃあ僕教えてあげるよ、私教えてあげるよ。すごいですね。ゲームといえどももう普通のもうコミュニケーションですよね。そうそうそう、コミュニケーションですね。すごいな、うん、強さを求めるもよし、友達とおしゃべりするもよし、自分なりのプレイスタイルを楽しめるラグナロクオンライン、早速アクセスしてみてね。あのフロッガーがよみがえる。ゲーマーたちのハートを掴んで離さなかったあのフロッガーがよそよも新たに帰ってきた。なんと本作は PS2、ゲームキューブ、アドバンスと3種類のハードで同時発売。カエルを操り罠だらけのステージを大冒険。12年ぶりに登場する伝説のアクションゲーム。 PN3 3週連続特別情報第2弾。バイオシリーズの三上真嗣さんが手掛ける PN3、今回は主人公バネッサの衣装に注目。身にまとっているこのイージススーツは全部で9種類も存在するのだ。外見だけでなく色によって攻撃方法も変化。さまざまな状況に合わせモデルチェンジをしていこう。今週もファミ通より攻略本クロックタワー3公式ガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。See you next week. Bye bye.